覧の通り非常に久々の大津に来ました。普段は無視拒否してたんだ。これこちらが大津。ええ、さあ意外でしょ。都市化してる割に、あ、狭いなここ。おいいね。アメリカ軍のね、ミサイル巡洋艦とミサイル駆逐艦から巡航ミサイルで、そう、ここを爆撃できたらすごいね。うん、爆撃できたらすごいわ。ここは破壊しない。なぜかと自衛隊とか海保ね、来るための、鉄道やから破壊するわけね。そのために行ったんよ。これやったら俺は言わないって。破壊しないでくれ。高速道路も破壊しないでくれ。ちょっと舞台脱ぎました。こちらが大津の状況ですね。要は駅の改札口できないだけ。多分ここは問題な。多分あっちやな。皆さんお前に喧嘩売りに来たぞ、これ、ご注意ください。俺首相になったら喧嘩売りに来た。この架空やけど、ここで、また再び大津事件暗殺ミサイル。俺が蹴り飛ばしたやん、兄貴。やめるな、日本海兵隊。太陽。ちょっとね、いろいろ。ああ。争ってたな。これ、皆さん、対立確定したやん。お話し合う向きもないって言って。あいつ認めたやん。いろんな人を拉致して生み出したのは滋賀県。テロリストだって認めて。日本政府公認のテロ国家だって認めて、滋賀県。それで、退院請求書も今日ね。しょうがせんぞ、これ。おい、宮下さん参加のクズの医師たち、お前ら、養蚕美さん、今度は何よ、コロナ収束。逆襲するぞ、本当に。ね、こちらがオスですね。村さん、大津か。多分皆さん、もしかして拉致された松井ですかと思うわ。滋賀県分かった。いろんなとこが人身売買とかさ、ね、増やしてた。とんでもないテロ。テロ国家やって分かりました。そう、話ね、もう、やった高島方面にさ、臨時のね、修正を置いた方がいいや。ここでね、体制を立て直してやろうって決めます。これが大津の城ね。もちろん現時点では滋賀県の首都なんやけどね。残念ながらもう北琵琶湖あっちの方面に移った。別にあっちの方面に移った。上にやってはってあんまり使いんちゃう。もちろん中核市やからこうやってやな、発着数も多いしな、いろんな施設はあるからね。こういうことですね。これでもわかるよ、展示ね。そう、目の不自由な人に配慮してるんや。なんと、ああやって注意する、当たり前です、ね、皆さん順番に並んでくださいね。ちゃんとしないとね、怒られますよ。怒られますよ、ああやって指導する。そうや、そう、当たり前です。みんなピリピリ近いからこっちはね、みたいね。でも俺はだ、これが現状でしたね、感じね。いや俺は現状よう言ってたからね。もうスプートニックさん、東京支局の大阪担当はね、ご苦労さんね、関係。滋賀県あんまり報道するからね。どうや、大津事件の場所ね。そうですね。まあ、後ほど言う。では、こういうことでした。バイバイ。